ですね、今度はこちらの高校生の、メンバーの時代、令和の時代にヒットした J-POP のヒットナンバー、これもですね、4曲続けて、お送りしていきたいと思います。最初は AI さんが歌ってヒットしました、あの NHK の朝ドラカムカムエヴリバディの主題歌アルデバラン、そして、目覚まし8朝の情報番組の、オープニングテーマでしたミセスグリーンアップルのダンスホール、そしてこれ昨年本当にヒットしました、アニメ映画ワンピースフィルムレッドの主題歌アドさんの新時代、そしてもう一曲、これだけがですね、元々は昭和56年のリリースです。高橋留美子さん原作の、ラブコメディ漫画うるせえやつらのテーマ、ね、ラムのラブソング、以上4曲続けてお送りしたいと思います。それではよろしいでしょうかね。まあいろいろね、あの外でやってますと今日は風が強いですしね、いろいろあると思いますので、まあ、トラブルともあるかと思うんですけどもね、まあ、そこをですねうまくやっていきたいと思います。それでは J-POP のヒットナンバー4曲いきましょう。どうぞ。君と私は仲良くなれるかな、この世界が終わるその前に、ピースない音楽がもっと
ありがとうございました。